どうも皆さんこんにちは、イサムです。日本ではフィットネスジム、アクションスタイルの運営やトレーナーをしていたり、海外ではサムライ・イサムと呼ばれてまして、海外の、国家イベントなどで刀のパフォーマンスをしたり、大学や個人に招待されて交流会をしたり、そんなことをですねしております。今日はですね、長く続けると、大きなものを得られる的な、話をしてみたいなと思うんですけれども、なんだろうな、長く続けてたものっていうのは後世まで、残るなというふうに思っているんですね。で、例えば僕で言うとですね、アクションっていうのは12年ほどやっていたんですよ。もちろんその練習がハードにできていた時もあれば、仕事が忙しくてあんまり練習できなかった時もありますけれども、結果的に12、3年やれたんですね。で、そうなると、例えば今僕はアクションスタイルというジムをやっていますけれども、これの根本にある体の動かし方っていうのはアクションになります。そして海外でやっている侍の活動、刀のパフォーマンスをしたりするのの元もアクションなわけですね。そして僕は日体大を卒業しておりまして、で、筋トレっていうのも高校生からやっているので、本当ずっとやり続けているものなんですね。なので、そういうこうやり続けているものっていうのが、結果的に生きてくるというふうに強く思っています。で、じゃあこれがですね、例えば、トレーニング、ジムに行くことを1年間続けられる人が 3% しかいないっていうのは、結構有名なことだと思うんですね。 X とか見てると流れてくるし、そう、 3% しかいないんですね、1年続けられる人がですよ。ってなった時に、逆にですね、そのトレーニングとか、ストレッチ、体を動かすということを何年も続けることができるとですね、それはめちゃくちゃメリットだなと思うわけですよ。なぜかというと、さっき言ったみたいに、結果的にその長く続けたことは未来に生きると、はい、いうことにつながっていくので、それがただの仕事だけではなくて、その自分の体のためになることを長く続けているという現状、事実というのは、ものすごく武器だよなというふうに思います。だから、どうね、武器になっていくかっていうのは、正直もう推測でしかない。もちろん僕がアクションをやっていた時に、いずれアクションをやめるとも思っていなかったし、そしてその後の人生もアクションを使うとも想像してなかったので、どうなるかっていうことは想像してたわけではないですけれども、例えばトレーニングで言うと、長くやっていたらですね、やっぱり筋肉の記憶っていうのを聞いたことありますかね。やっぱり長くやっている人っていうのは、一からトレーニングを始める人よりも、例えば長くやっていて時間が空いてしまって久しぶりにやるっていう時に、すぐにこう筋肉が戻ってくる、蘇ってくるとか、動くということ、体を動かすということの能力が何もしてない人に比べて高いので、何かを動くということをやる時に必ずプラスに働くと思います。そして何かに耐えるとか我慢するとか、そういうことに強くなるはずですよね。そういう例えばトレーニングで言うと、あと1回とかもう無理だって思ったところから頑張るっていう、そんなことって日常生活でないじゃないですか。トレーニングしてたらそれが日常的に起こるわけですよ。で、それっていうのはきっとですね、これも結構お客さんから言われて確かになと思うことなんですけど、やっぱりトレーニング以外のところのメンタルとかに、響くと、そう、役に立つと
いうふうに言っていただくことも多くて、まあそうだよなって、あんなに辛い思いしてね、自分で自分を追い込んでやってる人の方が絶対に強いよなっていうふうに思うんですね、なのでそれが習慣になっているっていうのは本当にめちゃくちゃいいことだよなっていうふうに思ってます。でそれは僕が長く続けてたことが結局今に生きているなっていうところから、僕の場合はそれが仕事でしたけれども、そうではなくて日常生活、生きていく上で重要なこと、そういうものが習慣になっていたらなおさらいいよなっていうふうに、思ったのでこの話をしてみました。やっぱトレーニングってね、これもすごい思うことなんですけど、人にはやってほしいんですよ。例えばお母さんとかに体力が落ちないように、あ、何か体を動かしておいてほしいなって人には思うんですけど、で自分も誰かに思われてるはずなんですね。だけどやらないって、自分はやらないと、でそうなるんでみんなやらないっていう循環に、ね、なっているので、そういうもんですよね、なのでまあそこをね、やるっていう選択肢を取り続けてたら、きっと10年後の自分に感謝される状態になってるんじゃないかなというふうに、思うというお話でした。はい、それでは僕はスタジオに到着しましたので、この辺りでこちらの録音は終わろうと思います。いつも YouTube を聞いていただいてありがとうございます。まあこれも何かなろうと思って今日本のこの YouTube をねやっているわけではないですけれども、きっとそれでも長くやってたら10年後の自分は何か武器になっている、喋ることなのかもしれないし、このチャンネル登録してる方と何かがあるのかもしれないし、きっとやっててよかったなってところに長くやることでいけると思っているんで、ぜひこれからもね聞いていただければ嬉しいなと思います。あと結構こういうことについて話してほしいっていう風に言っていただく意見をもらうこと多いんですけど、結構ね難しいことも多くて、極力、僕の意見をですね話せるようになっていきたいなと。やっぱねこうやってね話すことをやってると、いろんなその自分の自分の世界じゃないことを話すっていうことの凄さをね知ります。まあ例えばあっちゃんとかもね、お笑いの人だったのに今は YouTube 大学って言ってね、歴史とか、経済とか政治とか、ね、いろんなことを喋ってるし、まあ、それこそ堀江さんとかね、あと最近見てるのは高須先生、病院の先生、あの人も政治のことをすごい説明したりとか、なんかこう他業界のことを説明できるっていうちゃんとっていうのはやっぱすごいなっていうふうに思いますね。僕もこういうの話してって言われた時に、いやそこの知識なかったなっていうことやっぱいっぱいあるんで、もっともっと何の仕事をしていても知識をね得ていかなければいけないし、それを人に分かるようにアウトプットできる能力っていうのはつけていかないといけないなっていうふうに思ってるこの頃であります。ということで、すいませんちょっとバタバタしましたけれども、こちらで録音終わろうと思います。いつもありがとうございます。よければうちのジム、アクションスタイルジムに体験レッスン来てください。そしてベトナムの方の YouTube はかなり力を入れてやってますので、ぜひそちらも見ていただければ嬉しいです。それではイサムでした。失礼します。